戦闘シーンの基本を覚えましょう。画面には爆弾とかこん棒とかのアイテムがいっぱい落ちてるの。そのアイテムを拾って相手をやっつけるのよ。お相手は私の一番の友達パル君。さあ戦闘開始よ。宣戦布告した白熊族と戦うためえりすぐりの精鋭部隊を結成しなければならない。北極討伐隊選抜大会じゃ。We'll be right back.
プルお姉ちゃん、僕も一緒に連れてってよ。僕も白クマ族と戦いたいんだ。ねえタップ、これは遊びじゃないのよ。あなたを連れていくのは。お前たちペンギンのようだが、なぜこんなところに来た？最近海の様子もおかしいし、何かお前たちに関係のあることではないのか？少々悪いが、お前たちを試させてもらうぞ。我々と戦って勝てば、お前たちの力を認め、先に生かしてやろう。そんな理不尽な！うるさい！これが世の中じゃ。行くぞ、戦闘開始じゃ。
ところだね。お前にはうちの実験動物たちと戦ってもらう。どうやってこの国まで来たかは知らんが、大したもんだ。さあ、頑張ってちょうだい。こんなところでお仲間に会うとはな。シロクマ族のことは噂で聞いてるぞ。この先の家に行きなさい。昔わしが住んでおったんじゃ。そこに魔法の杖が置いてある。さ、行きなさい。グズグズしていると研究所の所長たちが追いかけてくるぞ。残念だったな。行け、実験動物ブラッデンマウスよ。やつらを血祭りにあげるのだ。運が良ければ北行きの飛行機にでも乗れるかもしれないよ。タップ、どこ？ここ。なんか違うところに来ちゃったみたいだね。
貴様ら、怪しげなぬいぐるみだと気負って。わかった。さては貴様ら、テロリストだな。許さん。ありますね、そういうことをされては。このペンギンは私が見つけたんですよ。勝手に連れて行ってもらっては困るんですよ。おや、あなた方もペンギン。ちょうどいい、全員売り飛ばしてあげましょう。撃ち落とされて生き残ったのはお前たちだけだ。ショーはお前たちの生命力をテストしたいと申されている。毒ガス生命体知性1号出てこい。We'll be right back.
私はこの国の元首、強い者が好きだ。どうだ、私の側近と戦ってみぬか。もし生き残ることができたなら、数ある財宝の中から好きなものをやろう。戦え、セキュリティマシーン7号。我が軍の科学力を見せつけてやれ。金をかけて作ったのに、この鬼、悪魔、人でなし。もう許せん、わしが相手だ。いけないんだぞ。訴えられるぞ。
我々は白クマ族にお前たちを倒すように頼まれたのだが、こんな子供とこれ以上戦うは卑怯千万。お前たちがクジラ族流の試練に耐えられたら北極まで連れて行ってやる。約束は守るぞ、若きペンギンの戦士たちよ。さあ、私の背に乗りなさい。白クマ族のところまで連れて行ってやろう。しまったんだ。あれがないと勝ち目がない。取り返しに行きましょう。パル、こんなことでへこたれてちゃダメよ。それもここまで。貴様らは我々の爪の餌食になるのだ。ザゴンの皆さん、出番ですよ。We'll be right back.
やるね。それじゃあたしが出ましょうか。はーい、ボスですよ。隠れ住む闇ペンギンというものにな、我々が世界中の海面量を変えたのもお前たちペンギン族の精鋭部隊を北極におびき寄せるためだった今頃はもう闇ペンギン様が南極大陸を支配しているくるろろ。南極が危ない。なんてことを。待っていたぞ、エプル。どうだ、お前たちのふるさとはもうない。時にエプル、お前の旅の行く先々に敵が次から次に現れたのはなぜだと思う？お前の連れているタップリンが私のスパイだったのだよ。仲間に裏切られた気分はどうだね、エプル。お前の命もここまで。貴様によって倒された者たちの怨念が今、私の暗黒ペンギン魔法でよみがえる。さらばだ、エプルよ。
げるから、あいつを倒して。タップ！闇ペンギン、私はあなたを許さない。小賢しい真似を。こうなったら私が相手だ。来い、本当に最後の戦いだ。パルよ、この戦いを忘れてはならんぞ。タップリンは最後の最後に勇気を取り戻したんじゃろう。エプル、お前の優しさがタップリンに力を与えたんじゃ。エプル、パル、もう二度と争いのない世界を作ってくれ。
Beep, beep, beep.